はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎でございます。さあ本日も西島またぎライフ続きからやっていきましょう。よし、じゃあ早速山下ろしのところに行きましょうか。これ奥寺、あれ奥寺さん寝てるけど、奥寺さんに話すんでいいんだよね。見るで奥寺さん、いよいよデート、うん。じゃあ、あ、奥寺さん寝てるけど奥寺さんに話して準備ができるんだ。なんか不思議な感じだね。起きていきましょう。いや、なんか寝てるけどどうなんて思ったけどね。そうか、これでいけるんだ。 OK、 じゃあちょっと装備整います。よし、じゃあ行きましょうか。いや、どうなんだろう、これで決着なのかな。その奥寺さんじゃなくて西島さんが決着をつけるっていうのでいいのかね。奥寺さんはどうなんだろう。最終的にはさ、自分が行きたいってならないかね。じゃあとりあえず行きましょうか。あ、ん、こう、あ、ここからスタートになるってことか。はいはいはい、なるほど。うん、山嵐はこの辺りにおるはずやと。うん、急にここに来たからびっくりしちゃった。必ず探し出したるデート。はい、そっか、もうじゃあ完全に西島さんがいいんだね、やっちゃって。 OK、 じゃあ行きましょう。いやー、ちょっと緊張するな。でもこれどうやって行くの。これは無理だよね。なんかあそこ罠ぼっぽいのあるね。この辺りにおるはずとは言ったけど、どうやって探すんだ。こっち行けばいいのかな。だってね、橋のところは行けないよね。そもそもあっち側にどうやって行ったんだろうね、山嵐は。お、なんだ、いる。吹雪すごいな、寒いよ。発信機はこの辺りで止まっとったなと。はい、山嵐は必ず現れるはずや。奴が現れるまでこの辺りで待ち伏せるでと。うん、待ち伏せするのもさ、何度も言ってるけどゾッとするんだけど、寒くてさ、絶対もうなんか秒で死にそうなんですけど私。寒いよ。西島さんはね、筋肉とかめちゃくちゃあると思うから、多少こう 守られてるレベルが私よりね高いとは思うんですけど。いやー寒いよ。来た、山嵐。なんかちょっと物影がのそのそとした。影が、これ山嵐か。お出ましか。お出ましだー。ここで決着をつけたる。本当に行くで山下ろし。本当なの。普通に撃っていいの。お、動いちゃった。うん、そりゃ動いちゃうよね。いや、これちょっと見えないな。どうすんだ、どうすればいいの。吹雪で全然見えないんだけど。リロードしていい。いけるんですか、普通に撃っていいんですか。どうなん、当たってないよね。難しいよ。だって見えないんだけど。だってよくどう、あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと一回あれだ、一回リロードしないとダメだね。ちょっと待って、一回離れて、あ、痛い。やばいやばいやばい、めっちゃ減った気がする。うわ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 、待って、あんまり、いや、お肉一応持ってきたけど、うわ、危ない。ちょっと待って待って待って、リロードしないとだって撃てないでしょね。リロードしないと撃てないんだよ。どうしようどうしようどうしよう。この辺でリロードいけるかな。とりあえずリロードして、リロードかっこいい。頭撃って、今のは頭当たってんだよね多分。もう一発、おお、なんだ、正気違うよね、早すぎるよね。なになに、おお、やっぱそういうのあるんだ。どうすんの、なにこれ、銃なくなったもしかして。おい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 、結局すで。聞いてないぞ、聞いてないぞ、サイズマ。ちょっと一回回復しとくか。オッケー、ちょっと何、結局銃じゃなくて普通に戦いってことなの、どういうことなのねえ。結局クマバトルはさ、こういうバット、素手になるんですか。やばい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 、痛い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 。まあ、なんかなんとなくそんな予感はしてたけどね。正直そんな予感がさ、してないわけではないんだよ。うお、危ない。まあまあ、銃よりむしろ戦いやすいのかな。やばい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 、強いな、前足、前足強いな。でもちょっと可愛いけどな、山おろし。
ちょ、危ない危ない、ちょ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 、やめてやめてやめて。あなるみさんと同じことされた。なるみアタックされたよ。山嵐のなるみアタック。ごめんよね、本当はね、こんなことね、こんな戦ったりしなくたってね、そのね、だから生態系のバランスをって言ってましたけど、そういう風にさね、甘いわ。山嵐だって山で生きていきたいよね。ごめんよ、よいしょ。いやちょっとこれでも強いね。あれ体力バーって、それオレンジが最後のバーですか。オレンジが最後のバーかな。ちょっとまあ中間はカットしますね。ちょっと頑張って戦うわ。ちょっと待って、何これ。なんかすごい可愛いんだけど、何これ。うお、どこどこ、え、バグった、びっくりした。山嵐バグったかと思った。小刻みに震えてた。これ何、攻撃食らわせたら、おい、ナイス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 。あ、ちょっとそれ食らいたくないね。今の何だったの。なんかああいうさタイプのさ、あの怒ったレッサーパンダスタイルの敵、チンピラでもいるよね。まさか山嵐も怒ったレッサーパンダスタイルするのか。あれ、なんかチャージ攻撃できないの。チャージ攻撃したいのになんかできないぞ。よいしょ、あとちょっとですね、もうちょっとで勝てそうだけど、どうだ、また勝機みたいなものあるのかな。あるかもしれないよね。ちょっと待ってよ、あともうちょっとで勝ち、おお危ない、おお危ない、おいしょ、危ない、あ倒した。え、勝機とかなかった。そっか、なんか最後ね必殺技的な。おいおい、最初の時の方が必殺技あったじゃないか。失敗したけど私。え、これで倒したの。いやいや、はあはあとか言ってる場合じゃないのよ。西島さん、西島さん、さん付けになった。西島素手で倒しちゃったよ。化け物は西島だったな。ああ。なんや、協力はせえへんって言うてたやないか。やっぱ見守ってたか。そんなこと言ってられる場合じゃない。確かに。多分さっきのあんたの話を聞いた他の住人が通報したんだ。え、通報しちゃった？そうか。まあまあしょうがないか。さあ何してるんだ。ああ、山嵐は俺らが始末しておく。あ、まだとどめはさせてないの。だからここから早く逃げるんだ。あー、なるほど。行方不明ということにすればいい。あら、9年前もそれで大丈夫だった。ああ、だからさ。そうなん？9年前も。うん、どういうことや。どういうことや。あ、それはそれはそういうことだったのか。奥寺さん大丈夫なのっていうか、あ、はてなはてなはてななっていうのはもしかして。安心しろ、冴島。佐藤だからってこと。警察は俺が呼んだんだ。おう、俺を逮捕させるためにな。え、どういうこと。どういうことや。どういうことや。いい加減俺も清算しないといけない。おう、この山下ろしとも自分の罪ともな。そっか、何言うとるんや。うん、9年前佐藤、うん、いや本物の奥寺はこの場所で死んだ。はい、私が銃を向けた直後にな。銃を向けた直後。え、なんやて。殺したってこと。え、冴島、俺は奥寺を殺すために脱獄した元殺し屋なんだ。殺し屋。奥寺半分は巻いちゃってよ。した殺し屋。うっかり下巻いちゃったよ。あの奥寺という男は東北の極道組織を絶縁され、うん、命を狙われる立場にある人間だった。あら、そしてその組織は奴の始末を俺に指示した。うん、だから俺は脱獄したんだ。ん、だから脱獄したの。それがよくわかんない。遭難したとこを助けられたはずやろ。うん、人生とは不思議なものだな。ああ、俺は殺すはずの男に助けられ、そしてその男を友と思うようになってしまったんだからな。あ、助けられたのは本当なんだ。奥寺さん、しかし組織の命令は絶対だ。もし奥寺を殺さなければ俺が殺される。え、それ刑務所にいる間に。だから俺は9年前のあの日、うん、奥寺が山下ろしを追いかけて山に入った時、殺そうと企てたんだ。刑務所で指示を受けたの。奥寺が山下ろしに殺されたと見せかけるためにか。お、なるほど。ああ、
だが俺は躊躇した。躊躇した。俺が奥寺の背中に銃を向けた時、奴は言ったよ。ああ。いつ撃ってもいいってな。分かってたのか。ほんならまさか。ああ。奥寺は全部知っていたのさ。俺が自分を殺そうとしていることも全てな。なるほど。奴はその上で俺を受け入れ、生きるという希望を失いかけていた俺に、資料を通じて生きる道を教えてくれた。そっか。それで結局あんたは撃ったんか。撃てなかった。あ、この男を殺すくらいなら自分が組織に命を狙われても構わないと覚悟した。そうか。だがその瞬間だった。ああ、黒く巨大なものが奥寺に覆いかぶさったんだ。山おろし？山おろしか。うん、そうだ。その後のことは自分でもよく覚えていない。気がついたら、うわ、俺は奥寺と一緒に真っ赤に染まった雪の上に倒れていた。ああ、そうか。なんてことだ、なんてことだ。そして死に際に奥寺は俺の手を握っていったんだ。ああ、俺の名を借りて生きろ、生きて罪を償えと。そっか。多分奥寺も罪の多い人生を歩んできたに違いない。うん、だからこそ生き残った俺に償いきれなかった悔しい思いを託したんだろう。そうなのか。てんてんてん。まあ何も言えんよね。もう冴島。あ、これで俺は思い残すことはない。そうなん。今度はちゃんと塀の中で勤めきれなかった刑期を送ることにしよう。そっか。本当に行っちゃうの？ん？あ、とどめは自分がってこと？これをちゃんと自分で決着つけてってくれ。ああ、西名。まあその方がいいよね。あんたは9年も山おろしを追い続けた。決着をつけれるのはあんたしかいない。うん、そうだってほしいよ。どうするんだ？さあ、奥寺さん。うん。俺がこの集落に来てから10年近く、寮を通じて一つ分かったことがある。はい。なんだ？自分が生きるための資料以外は殺戮。あ、俺はな、西名さん、そのことをこの集落、雪山、そしてあんたたちに教わったんだよ。そっか。奥寺さん、ここでこの引き金を引けば、ああ、俺は10年前に逆戻りだ。ここは一つ漁師としての俺の信念を貫かせてもらえないか。じゃあ撃たないんだね。お、いや、これを望んでたぞ。私はこれを望んでた。あ、よかったのかはちょっと分かんないけど、私はこれを望んでた。奥寺さんが最終的には山おろしは撃たないっていうあの選択をしてほしいと思ってた。いや、よかった。そっか。まあでもあれじゃない、この後結局じゃあ西名さんがとどめを刺したのかどうかとか知らないけど、この後出るのかもわからないけど、さすがにもう冴島怖すぎて山おろしももうやめとこうって、山おろしももうさ人間のとこ行くのやめとこうってなったんじゃないの。もうそういう体にしておいてほしい。フィクションだしさ。そういうことにしておいてほしいね。お、で警察は喜八さんが追い払ってくれとった。土田舎まで来て無駄足だったと知った警察に相当絞られたらしい。なるほど。あ、じゃあ奥寺さんも結局捕まってないってこと？周辺の山から集まってきた熊はまだ山の中に行さんおるみたいやがと。うん、奥寺さんも無事やったし、山おろしも人里に、あー、近づくことはないやろ。あ、じゃあやっぱりね。冴島のパンチタックルがちょっともう怖すぎてね、もうさすがに山おろしもやばい、自分よりも強いやつ人間にいたわみたいなね気持ちになったかな。そっか、じゃあ奥寺さんは
普通にもうここにいるんだね。お、なんやと。ここボイスないのか。まだボイスあってほしかったな。ふん、ありがとうよと。ふ、気にするなや。うん、そっか、よかった。最後の決着を、山おろしとの決着を奥寺さんが選ぶっていうね、その選択肢があって最後によかった。お、オッケー、じゃあちょっと装備整えます。おお、最後経験値5000だって。めっちゃもらった。いつも2000だったもんね。やったやった、よしよし、いいね。お、免許改伝。あ、やっぱこの後も雪山遊べるよね。じゃなきゃね、これだけじゃ無理だよって思ってたもん。銃の手ぶれが極限まで軽減。うん、吹雪の体力消耗が抑えられると。はい。お、奥寺の許可を得て自由に、あー、やっぱり入山することができるようになりました。そうだと思った、よかったよかった。じゃないとね、なかなかその100万円分売るみたいなねのは達成できないなと思ったんで、よかった。じゃあこれで普通に話すと、お、お前も猟銃を握ってだいぶ経つな。うん、このでもさ、この中の時間軸としてはどのくらい経ったんだろうね。だいぶ経つっていうぐらいだから、少なくとも1ヶ月ぐらいは経ったんかな。なんかあったっけ、そう言われたっけ、そういうこと。突然どないしさんや奥寺ハント。うん、お前の銃の腕前を見てやろうと思ってな。気が向いたら声をかける。え、どういうこと。猟銃の扱いがミッション一覧に追加されました。え、そんなあるの。へえ、そんなあるんだ。チャンババー、ねえ聞いてる。チャンババが一言も喋らないうちに山おろしっていうクマ追い払ったんだよ、冴島。冴島さ、二度も山おろしと戦ったんだよ、チャンババ聞いてる。よし、じゃあちょっとなんか今言われたこの銃の腕前っていうの気になるから、ちょっと見てみましょうか。なんか全く意味がわからないっていうか、どういうこと。では行くぞって言うけど、まあどうせ鹿の角欲しいしね。あのね、あの方に鹿の角をね、奥さんと鍋パー奥さんと鍋パーをするために鹿の角をさ、あのね、渡さないといけない。え、その場から動かず与えられた4発の弾丸で目の前に現れる3頭の鹿を全て、あー、いや無理だよそれ、私無理だわ多分。そういうことか。あ、射撃ゲームってこと。目の前に現れる鹿、え、現れないけど、え、あ、こっから来んの。いやこれ難しくない。ほい、走っちゃうよね、だって走り回っちゃうじゃん。走り回っちゃった時はどうすればいいの。また来てくれんのかな。また来てくれんの。動けないよ、だって前にね進んだりできない。鹿一頭どっか行っちゃったけど、 OK。 でも失敗だよねこれ、3頭全部でしょ。2頭しか無理だった。まだまだ精進が足りない。集中力、判断力、正確さ、全てにおいてまだまだだ。はい、ごめんなさい、面目ない。鍛錬を積んで出直してこい。今回仕留めた鹿はいただいた命に感謝して集落のみんなで分け落としよう。あ、そうなんだ。でもアイテムはその鹿の角とかはもらえないってことね。あ、なるほどなるほど、射撃ゲームみたいなことね。はいはいはい、わかりました。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとあの雪山で鹿の角取ってくるのは私が個人的にやってくるので、その鹿の角をあの方にお渡しするところは動画にしますけど、角を取りに行くのは私がやるので、ちょっとあの仙人の様子をちょっと見てみましょうか。え、この人だよね、鹿の角の人はね。そうだよね、オッケー。でちょっと仙人の様子を久々に見に行きましょうか。お供え物って、あ、手作りのものって言われたんだっけ。手作りの供え物、手作りの供え物、そうだ、手作りの供え物の意味が分からなくて、どういうことってなったんだよね。手作りの供え物って何、ちょっと分かんないな。あ、これサブストーリーかな。行くぞ、やるしかないんだ。あ、またサブストーリー、ここからも出るんだね。おい、あんた山に入るつもりかと。うん、え、え、どうしたどうした、妙に思い詰めてへんか。何しに行くんや、ただの量ちゃうやろ。うん、あなたには関係ありません、大丈夫、放っておいてください。うわ、これ山まで行くんだなきっと。んな面しながら言うても説得力ないわ。何か事情があるんやろ、言うてみと。冴島さんはね、優しいからね。てててん、金色のおじか、金色のかな、わかんないの話ってご存知ですか。うん、取ってくるんですか。
取ってくるんですか。金色、いや、そんなんがこの山におるっちゅうんか。うん、ええ、実は私も噂で聞いた程度です。でももうそれにかけるしかないんです。かけるって何、どういうわけや。うん、先日母が倒れたんです。ああ、お金にするとかそういう話。わずかな蓄えをはたいて大病院をいくつも回ったのですが、原因は分からずじまいでした。うん、あ、逆に違うか、その鹿で何か薬をってこと。容体は一向に良くならず、そんな時金色のでいいのかな。まあ鹿の噂を聞いたんです。その肉は万病に効く奇跡の薬になると。うん、てんてんてん、分かってはいるんです。そんなものが作り話に過ぎない、こん過ぎないなんてこと。そうか、どうなんだろう。でもいるかもしれないよ。でも他に手段がなくて、万が一にでもそれで母が救えるならと思うと。そっか、サイズマが行くよ。しょうがない、行くしかないじゃん。サイズマタイが行くよ。ほら、事情は分かった。あんたの覚悟もな。せやけどそれであんたに死なれでもしたら おふくろさんはどうなる。だから俺が行く。それは俺もそんなおとぎ話は信用できへん。せやけどやれることはやっといた方がええ。せやからここは俺に任せといてもらえるかも。ずいぶんさ、山に対して恐怖がなくなったよね、西島さんもね。もう山任せろみたいな感じになっちゃったじゃん。俺の方が山には慣れとる。やれる範囲でその鹿を探してみるわ。それで見つからなければ別の方法を探せやええなと。ほう、なるほど。なんであなたがそこまで。まあまあびっくりだよね。後悔はしてからじゃ遅い。俺はそれをよう知ってる。それだけ。ああ、まあそういうねことはいっぱいあるもんね。西島さんはええなと。はい、ありがとうございます。すみません、どうかよろしくお願いします。まあいるかいないかまずわかんないけどね。まあいるんだろうね、きっと。色がちょっと違うのかな、金髪ってことね。え、オッケー。まあちょっとこれは山に入るときに一緒にやることにして、ちょっと手作り手作りって何、おにぎりとかそういうこと。なんか買えるもんあったっけ。何、佐島さんいつもありがとうございます。何をお求めでしょうか。ああ、別に関係ないのね。あのさ、手作りのものってさ、んこれまたなんか新しい方だね。ちょっと待って、手作りのものってもしかして木材とのみだったりしないと思ってさ、今ちょっと木材を買ってみたんですけど、のみはアイテムボックスかな。まあまあ調べればいいんですけど、ちょっと一応ね、最初は調べずにさ、こう自分で自分でちょっとさ見つけたいじゃない。で今木材とのみを両方アイテムボックスじゃないアイテム欄に入れてるんですけど、そのアイテム欄で別になんか組み合わせるとか作るみたいなことは、あ、できんの。え、できた。え、な、え、え、え、ちょ、え、待って、何が起きたの今。いや、なんか組み合わせるとかあるのかなみたいな、なんとなく思って適当に押したらなんかできちゃったんですけど、え、これ何、もしかしてもう一個作れる。ちょっと待って、木材ってまだ売ってんの。木材ね、さっき買ったんだけどまだ売ってるね。え、ここ同じのがひたすらできるだけなんかな。ちょっと待って衝撃的なんだけど、何が起きたの今。びっくりした。いや、これっぽくない。ちょっと待ってよ、これを押してからやると、あ、右、あれだ、右下に使うって書いてあるわ。あ、同じの同じのがさできるんだ。え、これなんかアップで見れないの。木彫りの人形、北海道名物の木彫りの人形だ。北海道名物の木彫りの人形サイズも彫っちゃったのどういうことなの。いや、でもこれでしょ、間違いない気がする。ちょっと渡してみましょうか。ちょっとこの方はまた今度にして、ちょっとこれっぽいと思うんだ。手作りってだって他に思いつかないもん。なんか食材なんかなって、食材っていうか食べ物なんかなと思ったんだけど、多分これでしょ。あ、間違えた、ここじゃなくてこっちね。違うかな、備え物をしてみるかと。そしたら木彫りのいや、これだと思うよ。どう、てん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 、またなんかおーって衝撃走るんじゃない。ダメ、ほらー、ヌーヌーじゃないのよ。Jさん出た浮き寄った、気寄ったか。お主が力を欲する者は、はい、お前山の神の轟やな。うん、私は轟ではない。え、轟の兄イカズチだ。なんか違うの来た。イカズチとかあるんですか。
いかづちやと？トドロキには兄貴がおったんか。うん、我ら山の神は一族でこの山を守っている。そうなんだ。じゃまだいるってこと？家族やったんか。冷静。そうだ、お主、轟の試練に耐えるとはなかなか見どころのある人間だ。ありがとう。だが私の与える試練はさらに恐ろしいぞ。やだ、もう十分恐ろしかったんですけど。試練を受けることまではもう勝手に決まっとるようやな。断れそうな雰囲気でもあらへんし。本当だよ。おしゃべりはおしまいだ。覚悟はいいな。行くぞ。なんなの本当に。急なに、私に力見せてみようって言ったの？なんて言った？イカズチ？今度はイカズチなの？うわわかん、なんかさ、いまいちさ、どう攻撃したらいいかわかんないんだよね。ちょっとまた頑張りますわ。待って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 、なんか今さ、ちょっと途中まで一人で戦いますねとか思ってたんだけど、あのなんか、なんか雪崩起きたんだけど、ちょっと全然攻撃できるさ、気配ないんだけど。あ、当たるか、一応当たるか。これね、結構ゴリ押しの方が良かったんだよな、この間。ゴリ押しするわ。あ、勝てた。ちょっとなんかまだ体力バー結構あったからまだかと思ったんだけど、今の一撃で勝ってしまった。よかった。なんかね、雪崩がやばかったんですけど、しばらく負け続けたんだけど、あのガードで防げるっていうのを気づいて、ガードしたら全然ね、あの食らわなかったんで、なんとかなりました。あー、よかった。大丈夫ですか天童さん。じいさん大丈夫かと。もしやわしはまた気を失っておったのか。失ってたよ。そや、今回は轟の兄貴やいうイカズチってのが出てきよった。イカズチ面白かったよ。轟とイカズチ、この山に古くから伝わる神の名前じゃ。そうなんだね。そうなんか、なんや、実は貴重な体験をしとるんやな。今更気づいた。その通りじゃよ。それで何か得たものはあったかの？そっか、なんか覚えた。ああ、せやな。お、方向？どういうこと？叫ぶの？この流れで山の神の言葉を聞いていけば、何か大きな真理に近づくことができるかもしれん。うん。冴島よ、ここは一つ、この老いぼれの夢につけようってくれ。わかりました。あと何人いるんだろう。ああ、わかった。任せて、キート。あと何人いるんだろうね。あ、内緒にしてくださいね。はい、オッケー。まあ、とりあえず、じゃあ、時間がいい感じなので、今日はここまでにしようかな。よかった。じゃあ、まあ、あれが、次のお供え物だけ聞いとくか。太古より神へは生贄を捧げてきたものじゃ。何かその類のもの。生贄？わからんな、ちょっと。また難しいね。OK、じゃあ次はそうみたいですね。はい、じゃあこの辺で終わりにしましょう。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしましょう。いやいや、モールスの決着無事についてよかったですね。まあなんとなく、もしかしたら最後ね、あの殴り合いで戦うのかなってどっかには思ってたとこがあるんで、やっぱりそうなったかと思いましたけど、でもその本当の最後ね、奥寺さんに選んでもらうっていうかね、そういう部分が見れてよかったなと思います。私はそれを望んでたんで、ちょっとこのまま冴島が終わりにしていいんかとかね、その奥寺さんは最後結局ね、あの打たないっていう選択をするんじゃないかなっていうのをね、なんとなく思ってたんで、はい、その結末が見れてよかったなと思います。というわけで、じゃああともうちょっとだけ、このね集落で、過ごしたら、ちょっと無口なチャンババを連れて月見野に向かいたいと思います。もうあと本当にもうちょっとだけやったらメインストーリー進めていきましょう。というわけでこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタンやコメントで応援してください。じゃあまたね。